こんにちは、札幌ナチュラル薬膳スクールを主催しております布めぐみです。高子先生に、そうですね、相談するときに当日抱えていたビジネス上の、お悩みなんですけれども、そうですね、うちのスクールはもう、4年ぐらい前からもうちょっと、スクールの方は開講してるんですけれども、確かに生徒さんはちょっとずつは来ていたんですが、お問い合わせフォームとかも、どの、講座を選ぶのが一番いいですかっていうことが質問が結構多かったんですよね。それで私自身このホームページが、もうこれ以上ちょっと修正することがどこを修正していいのかわからない状況だったので、あと、講座の方の内容も多かったって言えば多かったんですけれども、それを整理するのがどこを整理してどこを、削除してくのが、そうですね、生徒さんにとってもいいことなのかっていうのが分かんなかったんですよ。それで、ちょっとどうなんだろうっていうのでちょっと悩んでた状況だったんですよね。なので、高子先生に、ちょっと相談させていただいて、整理していただいて、こことここのところを削除していった方が、生徒さんにとっても選びやすいんじゃないかっていうことと、あと何を目標にしていくのがいいのかっていうのも、ビジネス上でちょっと悩んでたとこだったので解決しました。で、高子先生という、コンサルの先生の信頼のポイントなんですけれども、本当に的確に、その人に合ったことを的確に、指示してくださるんですよね。で、例えばもう私だったら本当に、こういうふうなことが苦手なこともありますけれども、でも、そこをこういうところの参考に見ていったらどうとか、ポイントを、指示してくださるんですよ。で、私にとってはすごくポイントを絞れるので、抽象的なことではなくってポイントを絞って、お伝えしてくださるので、あ、ここを、チェックして、そうだ、こういうところを学んでいくと私にとっては一番いいところなんだろうなっていうのが、分かったかなって思います。なので的確なアドバイスを、その人に合ったアドバイスをしてくださるっていうのが信頼するポイントですね。私にとってはとっても良かったです。はい。で、高子先生のコンサルを受けてみようと思った一番の決め手なんですけれども、で、最初そうですね、電子書籍の方を、私、高子先生に、お問い合わせさせていただいてたんですよね。で、ちょっときっかけ、ちょっと自分の身内のことでちょっと延期になってしまったので、それをちょっと延期してたので、ゆくゆくはまたお申し込みしたいのでよろしくお願いしますってことで一旦終わりました。で、その後にお正月のイベントがあったんですけれども、そのイベントの企画で、ちょっと短期集中 の、 そ の、 なんあのコンサルの講座みたいなのがなんかポイントポイントのやつであったんですよね。それで高子先生に、お問い合わせして、いや、私こういう感じで自分の目標をちょっと伝えたんですよ。で、その時に、実際問題っていうか、こちらの今、お正月のパックと、あとこのアカデミーのその1年間の1年間というかそのアカデミーのコース、どちらの方が私にとって最短最適ベストなコースでしょうかっていうことをちょっとお話しして、ちょっと相談させていただいたら、布さんの場合はこっちの方のアカデミーの方で、じっくりやって早めに最短でやった方がいいわよっていうことで教えていただいたので、私は、こちらの高子先生のコンサルを受けつつ、こちらのアカデミーの方で皆さんと一緒に学ばせていただいたんですよね。
なので自分の本当に目標を持って高子先生にぶつけて伝えていった方がいいのではないかなって思いました。で私はその高子先生にコンサルをお願いしてとっても私は満足で良かったと思います。はい。で高子先生のおすすめのポイントってことなんですけれども、高子先生の、おすすめのポイントと言いますと、私は、まず本当に自分が、目標を持ってこうやりたいって思ってぶつけていける人がいいのではないかなと思います。私はこういうふうな1年後2年後こういうふうなスタンスで私やりたいんですけど道がわからない道がわからないので先生って高子先生ご指導していただけないですかって教えていただけないでしょうかっていう気持ちのある人が入っていくとすごく素直にいいのではないかなと思います。もう自分一人では本当にわかんないです。ただ地図を持ってどこに行くんだろうっていうのが迷いの中に入っていってしまうのがこの自分たちお教室持ってる先生たちじゃないのかなと思うんですよね。で一番いいのはやっぱり成功してる先生に聞くのが一番早いですよ。なのでおすすめなのは高子先生のところにぜひ本気の人を聞いて相談していってみてください。ありがとうございました。